ブレイクゴーラー、うるさーい、申し訳ない、どうしよう、見て、なかなか決まらない、やだ、やだ、おっしゃ、おっしゃ、ワン、ツー、スリー、やったー。はい、こんにちは、まーちゃんのまはです。ということで、ブレイク豪華が2018年2月17日、本日から発売開始になりましたね、うん、正式にね、はい、で、うちらはこの2台持ってたんだけど、うん、新しくこちらを購入しました、はい、ブレイク豪華のスラッシュパンチャーです。それと、豪華カスタムシリーズのリフトホッパーとストライクバイデンとデュエルホーク、3つのね、パーツも買ってみました、うん、じゃあまずスラッシュパンチャーから開けましょう、はい、このような感じでパーツそれぞれ入ってますね、はい、じゃあステッカーなど貼っていきましょう、うん、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがスラッシュパンツァーですね、うん、他のブレイクゴーガーに比べてすごいトラック感があるね。そうだねシンプルなマシンですけども、他のやつこんな派手なのにね、うん、これはすごいシックでね、かっこいい感じですよね、うんうん、でこのマシンは前は普通の車輪でね、うん、後ろ側にこういう爪がついてますね、うん、でギミック的にはこの前の部分、うん、これが上に跳ね上がるんだね。一回電源入れてみようか。すごいんだよね、こんな感じ。すごいすごい、これ一回食らっちゃったら一瞬でだよね、ひっくり返るよねこれね。はい、続いて豪華カスタムシリーズのこちらがデュエルホークですね、うん、これは角が2つになってんだね。そうだね。続いてこちらがストライクバイデンだね、うん、これもすごいよね、うん、この周りがこう回るんだけど、このトゲの数すごいね、ここに引っかかったらやばそう、うん、で最後にこちらがリフトホッパーですね、うん、これさっきのスラッシュパンツァーと同じで上にこう弾き出すタイプ、こういうやつだね。そうだね、はい、はい、それで今回は私がこのスラッシュパンツァーを使います、うん、レイシン君はトルネードファング、うん、これに豪華カスタムパーツを3つつけて勝負してもらう感じかな。はい、はい、じゃあやっていくか、うん、はい、じゃあトルネードファングにデュアルホークをつけてみました、うん、すごいごっつくなったね、うん、色的にはすごく合ってるね、うん、ちょっと電源入れてみるね、うん、2つ同時に回ってる。そうだね、これは強そう、うん、ブレイクゴーガー、見つけー、やばい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 、あー、たたたたやばい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 、あー、やばいやばい、やばい、じゃあ第2回戦でいきましょう、ブレイクゴーガー、よっしゃ、ワン、ツー、スリー、オート、ワン、ツー、スリー、あー、引き分け、じゃあ第3ラウンド、ブレイクゴーガー、これひっくり返らないな、やばい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 、頑張れ、よしよしよし、やばい、ワン、ツー、やったー。はい、続いてストライクバイデンを装着してみました。これもなかなかかっこいいね。そうだね、なんかどことなくカブトムシっぽい、これカブトムシっぽい、うん、これがモンネの頭で頭をつける、あーなるほどね、うん、確かに形的には似てるね、うん、目がビジュアルして、あーそっかそっか、これも電源入れてみましょう、うん、あーこういう感じだ、あー前のこの黄色い部分は高速回転ではないね、うん、あーなるほどね、ブレイクゴー、いっけー、
はい、続いてリフトホッパーですね、うん、これはちょっと色的にはなんか変な感じだけど、うん、まあでも象っぽくもあるね。そうだね。ここ耳でさ、鼻でね。あ、確かにね。で電源入れてみようか。あ、これはスラッシュパンサーと一緒だね、うん、上から下に突き上げる感じですね。なるほど。ブレイクドーナー、同じようなタイプ。うわぁ、ワン、ツー、スリー、ヤー、オープン。ブレイクドーナー、いけ、いけ、惜しい、入ってたのね。やばい、ということでブレイクゴーがうるさい、本当にこれもうちょっとなんとか静かになんないかな、うん、すごいね、声張り上げるからね、うちはね、うん、疲れるでも楽しいけどね。そうだね、面白い。はい、ということで今回はブレイクゴーガのスラッシュパンツァーと3つのゴーガカスタムシリーズで遊んでみました、はい、面白かったね。そうだね、うん、このねサイクロンホークにはねまだ何もつけてないんで、次回はこれつけて遊んでみようか、うんうん。はい、じゃあ今日のマーティー君の2回目ご覧ください。はい、今日のマーティー君マーティー君、じゃあマーティー君にこのさつまいもスティックタイプのおやつをあげましょう。いいよ。はい、おいしいんだよな、これがな。噛んでるうちにだんだんね芋が柔らかくなってきてね、甘くなってくんだよね、きっとな。美味しいんでしょ、それ。美味しいんだろう、マーティー。美味しそうだ。かわいいの、お前は。耳がくるりんってなってるぞ。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、気に入ったなと思った方は、ぜひ、いいねボタン、高評価、グッド、ライク、お願いします。そして、今回のおすすめ動画、この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。それと、チャンネル登録は、このマーティー君の鼻あたりよ、この辺りよ。チェックしてくださいね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。